ウズリン、こんばんは。こんばんは。ナナクさん、こんばんは。ありがとう、来てくれた。レグルスさん、こんばんは。オカッピさん、こんばんは。ジルさん、こんばんは。フータローさん、こんばんは。井上ユジヒロさん、こんばんは。シダさん、こんばんは。アツシさん、こんばんは。竹松さん、こんばんは。マーさん、こんばんは。レントウさん、こんばんは。サコチさん、こんばんは。ありがとう。スティーブ、いいレッスン。レッスン、レッスンですね。カメラさん、こんばんは。そう、今日ね、カラオケ配信久しぶりにしようと思ってんだけど、そう、久しぶりのカラオケ配信なんだけど、聞いてくれる？聞いてくれる？かわいい、ありがとう。むちさん、こんばんは、ありがとう。しなさんもハートありがとうございます。うずに、とうとう、ありがとう。おぎなにさん、お入りいた、ありがとう。ななくさん、モンブラン、ありがとう。嬉しい、モンブラン。お腹すいちゃうね。のめなごぴらいさん、こんばんは、ありがとう。はぎさん、こんばんは、ありがとう。しなさん、かわいい、ありがとう。むちさんもありがとう。そう、今日はね、レッスンに行ってきたんですけど、そう、定期公演のね、定期公演のリハとかね、してきました。だって会えるまでさ1週間です。そう、今日までに締め切りがね、今日までとなっているのでそう、今日までだから、まだね、迷ってるよって方とかがもしいたら、ぜひね、ちょっとね、絶対に後悔させない内容にはなってるので、もう絶対に今回の定期公演とファミは本当に来た方がいいって、私が言う、もうここもう自信持って言っちゃうぐらい、すごい内容、盛りだくさんな内容なので、絶対に来てほしいです。テロップ書こう。定期公演&ファミ、ファミ申し込み、今日までです。はい、そう、今日までなのだから、もう絶対に、まあ、今までの定期公演と反面はもちろん全力でね、みんなね、楽しんでくれたと思うんだけど、もうもっとっていうのかな、もう絶対楽しい絶対楽しいと思うので、絶対遊びに来てくれたら嬉しいです本当に。そう、カラオケある。リタのために昼寝から起きたようなもんだな。たまった、たまたま切れた、まあ、ありがとう。私のためってことで受け取っとくわ可愛い、ありがとう。初めましてじゃないでしょ、もう。ありがとう、今日も来てくれて。そう、今日はね、そう、あのさ、訪問100回のさ、やつやりたいって言ってたんだけどさ、ちょっと訪問100回の方がさ、まだ1人しかいないっぽくて、3人ぐらい出てきたらね、一緒にやりたいと思います言ってね、100回訪問したらしたよって言ってください。ニコさん、こんばんは、ありがとう。カネンチさん、こんばんは、ありがとう。いっぱいありがとう、ひきむらさん。嬉しい、この巻物ね、好きだよ、巻物。もちさん、モンブラン、ありがとう。あげも、ありがとう。今日レッスンだから髪ボサボサなのに、ありがとうナオトさん、こんばんは、ありがとう。お、俺の夢、ありがとうございます。私はね、あれだね、いつかね、もし結婚するとしたら、何でも、なんだろうな、何でもね、あの、いいよって言ってくれる人がいいな言ってくれますか言ってくれるんだな、お願いします。そう、そうだ、あのね、一つね、みんなにちょっとね、伝えたいなと思ったことがあって、これ伝えたらカラオケ配信するね。なんかね、この間っつっても、かなり前のことなんだけど、特典会の時にガルファンの方にね、なんだろう、怒られたっていうか、なんかね、注意されたっていうか、なんていうのかな、なんかパフォーマンス、私のね、パフォーマンスのことについて、言っていただいたことがあったのね。で、なんかそういう言葉って、多分私のことを、多分本当に推してくれてるっていうか、好きでいてくれてるから言ってくれた言葉なんだと思うんだけど、なんだろうな、うん、
なんか私はそれ言われてから結構すごい、私ってめっちゃ気にしちゃう人なのね、心配性、めっちゃ心配性でさ、それこそキャリーの荷物多いのとかもそうなんだけど、言われると結構まあ割とね気にするタイプなの、まあ、知ってると思うんだけど、見てればね分かると思うんだけど、でなんか言ってくれるのも嬉しいけど優しくしてくれたら嬉しいです優しくしてくれたら嬉しい。そうなんかなんだろう、私そう気にしちゃうからさ、あの優しくしてくれたらとっても嬉しいですそう自分では結構ね精一杯、ライブとかも一回もね具合悪くて、ちょっとなんだろう、具合一回ねライブの時に調子があんまり良くなくて、まあその時はできる全力でやったんだけど、元気な時ほどあんまりライブうまくできなくてとか全然あったんだけど、もうめっちゃ元気に自分では結構全力でやったつもりだけど言われちゃったことがあって、そういう言葉もめっちゃ嬉しいけど、なんだろう、なんか言葉を選んでくれたら嬉しいかもって思って、それをね伝えたかったの。そういつもねみんな大体の人は褒めてくれるし、そう言ってくれるからめっちゃ嬉しいんだけど、なんか結構それって前結構、ま、前っちゃ前の話だったんだけど、なんだろう、なんか私なんか気にしすぎて全然言えなかったのね、みんなに今日まで多分言えなくて、だから優しくねしてくれたらとっても嬉しいし、そう嬉しいですだから私からのちょっとのお願い聞いてくれたら嬉しいなみんなあの褒めて伸びる子だからいっぱい褒めてくれるのも本当に嬉しいし、ありがとう、だからとってもね嬉しいです、いつもありがとうってことを伝えたかったのそうありがとうね。定期公演ねえ、そう定期公演ぜひ、そうで今日までなので、そう楽しみにしててくださいね、絶対楽しませられる自信はねあるの、定期公演もファンミーティングも。そうこの間ファンミーティング第1回目やって、今回がファンミは2回目なんだけど、この間はビンゴ大会とかカラオケ大会とか、あと何やった、あとデート企画、デート服ファッションショーとかいろんなことやって、他にもいろいろやったんだけど、なんだろう、前回はメンバーの私物プレゼントがあったり、なんか今回は何やるんだろうなって楽しみにねしてくれたら嬉しいです、楽しみにしててください。おでんいいなね、なんか今日さすごい寒かったから私おでん食べたいんだけど、私にもください。お入りたい、ありがとうありがとうありがとう、すごいハードルありますなんでそういうこと、どうしてよ。あでも本当に絶対に後悔はしないと思う、絶対、え逆に来なかったらめっちゃ後悔すると思う私こんなことあんま言わないでしょ、だから本当なんだよ、あいっぱい来たありがとうそうだから絶対に絶対に来てほしい、みんなに。そうちょっと待って、なんかリップの色が薄いからオイリップさせてください。そうもう本当に来てほしいの、本当にそう来てほしいです、本当に来ないと後悔するから、もうみんな言うと思う、メンバー全員来た、全員も全員言うと思う、こんばんはいっぱい来てくれてありがとう、楽しいな毎回かけて嬉しいなね、なお金いくらでも積むとき私がね毎日祈っていくので大丈夫です。しのさん続いてありがとう、夢もこさん、こんばんは、初見さんありがとうございます、黒瀬凛香って言います、よかったら名前覚えてください、ありがとうございます、こんばんはお疲れ様です、こんばんはお疲れ様です、ありがとう来てくれてね、どっちもぜひ当たってくださいもう当たるように祈っとくので。さっきレンタンさん、こんばんは凛香ちゃん、チュキチュキ人間ですなんか知の量多いわありがとう嬉しい、会いたいね、しのさんとありがとう、
あきらさんこんばんは。川崎徹さんこんばんは。ねえ、そうなんだよ、アンピーとミホリにゆかりのあるあの曲を披露しちゃうかもしれないです。そうだから楽しみにしててください。エモエモです、もうエモエモですもうね、なんだろうね、なんだろうって感じなんだけど、楽しみにしててください。と私もね全力で練習頑張ってるので、今日もねいっぱい踊ったよ。もうぶっ通しで踊ってたからね、練習も頑張ったからね、絶対に来てくださいてこもわさんこんばんありがとう。ムンチンさんこんばん。飼い主さんこんばんありがとう。もたやまさんもありがとう。かずまさんこんばんありがとう。今日もかわいい、ありがとう。いつもかわいいです、嬉しすぎる嬉しすぎる。僕レンパサランさんこんばんありがとう。セブンさんもありがとう。文句しか言わないけど結婚してください。やだ、文句、文句はやだ文句やだ。別に文句言ってもいいけど、結局やってくれたら何でもいい。なんかさあるじゃん、なんか私がじゃあディズニーランド行きたいって言ったらお休みの日は一緒に行ってほしいし、はいでもやだとか言いながら結局行ってくれんならいいかな。別に分かんないけど、どうなんだろう。でもさ何でもいいよって言ってくれるの。私さ仲良くなったら結構さめっちゃ甘えるタイプなんだって、多分多分ね。そうアンピーとかいいよって言ってくれる。みほりもみんな優しい、メンバーは。そう花とかもやだとか言いながら結局ね一緒にやってくれるし、いい。毎回配信いけなくてごめん。あー全然、見れる時見に来てくれれば嬉しいです。私はありがとう。うん頑張ります。そういうのなんかまあそうそうだよね、ありがとう野中さん、ありがとうそうね、私もねそれはね分かる。多分ね私もなんだかんだ19年生きてるから、まあそういう人がいることもよく分かってるんだけど、なんだろうね、でもなんかそれが初めて会った人ではなかったの、言ってもらったのがね。だから、まあ、割と私のことちゃんと見てくれてる人に言われちゃったっていうのも結構自分的にはショックだったし、なんかそれから結構ライブ終わりの時とかも、ライブ終わりとかもなんかまたなんかもしかしたらまた言われちゃうかもしんないって思ったら結構悲しくなっちゃうことが多くて、だからそれを私も実際に言われて気にしちゃったからこそ、なんだろうな、なんだろう、いつも生きてるいつもなんか言葉選び気をつけようとかもすごい自分でも勉強になって思ったし、ね、その人は本当に何も気にしないでただ思ったこと言ってくれただけかもしれないから、私も気にしないようにはしてるんだけど、まあ、たまにね私も落ち込んでしまう時があるから、そういう時はちょっと思い出して悲しくなっちゃうかもだからみんなが元気づけてくれたら嬉しいです。褒めます、ありがとう。いつも褒めてくれてありがとう。ケンさんかわいい、ありがとう。サカさんこんばんは、ありがとう。チークさんもありがとう、ありがとう。なんだろうね、そうなんだろう、そうなんかまあ自分に、そうなんだろうな、なんかね、なんかパフォーマンスのこともだったけど、なんか私は基本的にペンライトを、ピンクのペンライト売ってる人とかには絶対ファンサーもしてるし、顔わかる人とか毎回会いに来てくれる人とか、あと対バンで知らない、まだ会ったことない人がいても自分と目合ったらファンサーとか目見たりするのは結構してたりするんだけど、なんかなんだろうな、なんかその方が言うにはやっぱ目が合わなかったらしくて私とね、でなんかそれがなんかライブに来たら意味がないみたいな感じのこと言われちゃったことがあって、でもまあ来てくれてるんだけど、そうなんか思わしちゃった自分も結構
嫌いになったし、そうだから頑張ります頑張ります。続く楽器本当にね、本当に早くねそういうファンミの会を作りたいです。そう作りたいです。かわいい、ありがとう、かわいいって言ってくれて、なんかリータン大好き、ありがとう、私もだよ私もだよ、パフォーマンスもそれって嬉しい、ありがとうね。そうだから今は優しかった人だからわーってなっちゃっただけなのかもしれない。そうだよね、ありがとう。あ、全肯定嬉しすぎる。あ、全肯定してくれる人と私は結婚したいですきっとそういうね、結婚する年になったらきっと全肯定してくれる人がいいですやっとさん、おはりーたん、ありがとうございます。すごいアイコンかわいい、なんかななくさん、おこりーたん、そうおこりーたんね、できなかったのファイナグランカーさん、こんばんは、ありがとう、ありがとう、いっぱいいろいろね言ってくれてありがとう。なあ、おにぎりさん、こんばんは、ありがとう、ありがとう、ななくさんありがとう。めっちゃね、ななくさんの言葉って元気出る、ありがとうねえ、めっちゃ嬉しい、ありがとう、そんなこと言ってくれてありがとう。山さんもありがとう。ももたろさん、こんばんは、ありがとう。あ、いっぱいね結婚して、もうね、なんでも全肯定してくれるの本当に嬉しい、ありがとういつもありがとう。ねえ、寒いよね、びっくりしちゃったよ今日、寒くて、なんか長袖で行ったんだけどさ、寒すぎてびっくりした。この間半身から定期は噛みすぎたそうだよね、そう、一日一緒に過ごせるのがね本当に楽しみだからね。田中さんも、あ、美穂、美穂も、美穂りも、もうぜひ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 です、本当に。まだまだ映像でしか見たことがないですが、リッターの目がいっちゃいます。引かない、もちろん引かないですよ。私のことを見てくれるのとっても嬉しい、ありがとうね。練習頑張る、本当に定期たの、え、本当に、え、スティーブ定期来てくれんの、申し込んでくれたの、ちょっと待って文句言わない、あ、文句言わない、最高すぎる、最高すぎる、それは。トラップさん、こんばんは、ありがとう。ミネラナさん、こんばんは、ありがとうございますね、嬉しい、ありがとう。え、100回ね、ぜひ目指してください皆さん。夜型さん、はじめまして、はじめまして、黒瀬凛花です。よかったらね、名前覚えてくれたら嬉しいです。 SNS もコメント返しができるのでぜひ見てください。ケンケッパーさん、こんばんは。インニさん、インニさん、こんばんは、ありがとう、来てくれて。タケバさん、ついだリタンスキ、あ、ありがとう、ゆうちゃん、ありがとうありがとう。なんかね、涙もらうかすぐ泣きそうになっちゃう。こんばんは、ありがとう、こんばんは。落ち込んだ時はね、そうだ、みんなとお話してる時は嫌なこととかも忘れるからね、楽しいですね。私のファンの人ってさ、優しい人ばかりだから本当に嬉しい、ありがとう。リッタの笑顔素敵、ありがとう、嬉しいもうありがとう、ありがとうねだからそう、そっからね、結構鏡の前で最近はレッスンの練習したりしてんの、めっちゃ恥ずかしいんだけどね。そうだからね、いっぱい頑張ります、私も。だから成長過程を見守ってくれたら嬉しいですそうね、その人もね、結構見に来てくれる人だからさ、いっぱいね成長したってね思わせられるように頑張りたいなあと、そう、コメントがね、ちょっとね、いろいろね、ちょっと合宿みたいなことがあってね、 TikTok のね、コメント返しがちょっと遅れ気味なんですが、ちゃんとね、全部に返すので、ちょっと時間をください。コメントしてくれていつもありがとう。 100% さん、ありがとう。グーさんもありがとう。以前他のメンバーにレス送ったのに目が合わなかったと逆に怒られたことが、まあ、それはね、私もね、たまに怒りた出現しちゃう時あるんですけど、そうね、まあ、それはしょうがないよねしょうがない、みんな励ましてくれてありがとう。なんかいっぱいさ、なんか私の味方がいて嬉しい、ありがとう
だからやっぱ目見てくれてる人とかやっぱいつもしてくれる人にばっかレッスン送っちゃうかもしんないけど、まあ、それはねしょうがないよね。だって私も好きなんだもんもしかんだの？あ、大好きなの？え、なんかそんなことさ言ってんの見たの初めてかもあ、ちゃんと言葉にしてくれたんだね今日は。クシアンさん、ハリタありがとう。ハンミートケーキ、え、もうぜひ楽しみにしててください。本当にアジョートケーキありがとう。かわいい、ありがとう。いや、もう当たるようにね、私めっちゃ祈ってるから、みんなの本当に絶対当たります。コメントも全部読んでるよ。レッスン送ったの見てくれたことないって逆に。いや、私もねたまにねあるよ、たまにあるよ。なんで言ったことある、ファンの人に、え、ちょっとなんで今日さって、ほんとこの曲のこの時の時目見たんだけどどこ見てたのって聞いたことあります自分はあ、でも、ま、マジの本当に怒ってるわけじゃないそう、甘やかす自信しかない。甘やかしてください。私はね甘やかしてくれる人が好き甘やかしてくれる人が好きです。私は本当に、まあ、一人っ子なんでさ、一人っ子ってのもあるんだけど甘やかしてくれる人が好きです。あつりーたんありがとう、いっぱいありがとう。待って、そろそろ一曲さ歌ってもいいかな。こういちさんこんばんは、ありがとう。あみ、待てねえ、お兄ゆうさんちゃんとね私に乗ってるから。ねえ、ななくさん優しすぎる、ありがとう。トマトさんこんばんは、ありがとう。ネギ塩牛タンさん、あ、めっちゃ美味しそうな名前してる、こんばんは、ありがとう。わー、もうなんかもう涙出ちゃう。ゆうちゃんありがとう。いつもゆかと他のグループを見に行ってライブ、そうなの。さやらさんこんばんは、ありがとう。ね、本当に私お菓子食べたいの、え、ずっとね言ってんの家で、なんかね清村さんって人がねって、もうママわかるの、名前言っても。私がずっとファンの人の話しかしないからさ、ママとかね誰の話かわかるんだよ、ファンの人の名前言ったら。だからクッキー作ってくれてんだけど絶対食べたいんだけどって一生言ってんの本当に。ママに聞いていいよって言いたいとこなんだけどさまあもし私のママと話す機会があったら聞いてみてくださいそう、ずっと言ってんの。なんか食べたいんだけどってずっと言ってる。ちょっと一回お茶飲むね。よいしょ、よいしょ。どうやって、あ、なんかカラオケ配信久しぶりすぎるな。ちょっと待ってね。今ね楽曲ダウンロード中らしい。あ、できたできました。じゃあ歌おうかな。えちゃ、忘れられたら君と二
ありがとう。よいしょっと。あれ？よし。ありがとう。あっててて。あっててて。パチ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 。ありがとう。ありがとうございます。ちょっとお茶飲みます。うん。おいしい。じゃあ、さっきのコメントのとこから読みます。わあ。ちょっと待って、リータの配信で歌聞かな、本当にそうか、楽しんでもらえたかな。ね、本当に手作りお菓子を許可に出してほしい。本当に食べたい、本当に食べたい。それからあれかな、今度レシピ聞いて私が作ろうかな、そのままそのまま作ろうかな。リータママ、え、そうだよ、もちろんじゃんもちろんに決まってもちろんです、もちろん、もちろんだよ、知られてます、言ってます。今日これこの作ってくれたらしいとか、なんか今日ね、作ってくれたらしいとかずっと言ってるそう、ハッチムさん、おつりーたん、初見さん、ありがとうございます。黒瀬凛香です。よかったら名前覚えてください。ありがとうございます、見に来てくれて。よしさん、こんばんは、ありがとう。ファンの話しか、え、そうだから私ね、あのね、あの知ってると思うけど、友達があんまいないからメンバーの話か、まあ、家族ない友達の話か、あと好きなアイドルの話か、食べたいものの話か、ドラマとかの話か、ファンの人の話をしてる。なんか今日こんなこと言ってもらえてめっちゃ嬉しかったんだよねとか、パフォーマンスめっちゃ褒められたとか言う時もある。だからね、そう、ちゃんと知ってます。私のママもいつもね、感謝してるよ、みんなに。嬉しいねっていつも一緒に言ってる。全然私はもうコメント消えちゃうから、全然。会いに来ましたん、こんばんは、ありがとう。ゆうすけさん、こんばんは、ありがとう。かっちゃんさんもありがとう。お茶飲めて以来嬉しすぎる。そんなことで褒めてくれんの嬉しい。しきめろラブ、ありがとう、嬉しい。しきめろかわいいな、しきめろ。手紙はね、もう絶対私以外誰にもね、読まさせないっていう独占欲にこんな見るとこうやってやってます、ちゃんと。バレンタイン、バレンタイン、そうだよ、どうする、今年もバレンタイン配信とかあったら、もうまた私の手作りチョコがちょっとレベル上げときます。私もカラオケ、そうだよ、イニちゃん見てくれたのか、ありがとう。ワク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 、みんなワクワクって言って嬉しい。そう、これ前歌いたかったのになんかなくて、そうそうそう、どういうこと、ショールームの料理多くなったか、一回消したら X6 いいんだけど、そんなことがあるのか。乃木坂さん、そう、ライブ行きたも行ってさ、この間あのね、また行きたいライブありがとう、いっぱい、わ、嬉しいな。ペンライトとかミラーボールとか音符とかいっぱいありがとうございます。嬉しい、ありがとう、いっぱいありがとうね。なんかね、最近歌ってる時にさ、カミカミなのほんとやめたいけどもうやだ、ほんとに。でもありがとう、聞いてくれて嬉しいな。でもね、もう一曲ね、今日実は歌いたいなって思っててね、その最近ね、一回カラオケ配信で歌ったことあるんだけど、ドハマりしてる曲があって、それを歌いたいんだよね。あ、ここ私の好きなパチパチゾーンだ。パチパチ、ありがとう、いっぱい、嬉しい、ありがとう、雪村さん、やってくれて嬉しい。そう、あとそう、ツイッターさっき見たら、一人で、あと一人でね、フォロワー900人だったの。まあ減ったり増えたりね、減ったり増えたりの繰り返しだから、あのまた減ると思うんだけど、そう、目標がね1000人だから、1000人いけるように頑張りたい、頑張ります。みんなお友達とかにいっぱい私のことを言ってフォローしてあげてって言ってください。本当に嬉しい、癒され、ありがとう。るちゃん、市販かなね。でもあれ、市販のやつ、まあ、美味しかった。でもね、今度はるかのね、手作りチョコが食べたい。でみんなの、美味しかった。そう、みんなアイディアとかめっちゃさ、いいじゃん。なんかたこ焼きの作ってきたメンバーもいてね、
なんかシュークリームになんかたこ焼きみたいなのでこうやって来てくれた子もいて、めっちゃ美味しかったのよ。だからみんなのねバレンタイン配信やるか全然今んとこわからないんですけど、そうわからないけど、またねあったらねみんなの手作りお菓子食べれるからとても楽しみです。わさび入りチョコはやだよ、私わさび食べれないからダメです。前髪は定期的に切ってる、今日もちょっと切った。なんかねライブの前とか、あとお仕事、大事なお仕事の前とかに結構切ります。そう切る。でもね私多分なんかこういうさアイドル前髪、アンピーみたいな前髪ねあるじゃん、こういうさこういうのがやりたいんだけど、私下手っぴで全然できなくてさ、いつかは挑戦したいと思ってるけど、まあ年中パッツンですね。うん、暑いんだ、ありがとう。ネーフ900人切るように頑張る。リタミホリの本当に嬉しい、嬉しいです、ありがとうございます。いやでもなんかね、なんだろう、なんか去年マカロンをねバレンタイン配信の時作ったんだけど、なんか待ってすぐリップ取れちゃう。そうなんかマカロン作ったらね、花がめっちゃ美味しいって言ってくれて、また作ってねって言ってくれて、まだ作ってないんだけど作りたい、そう作りたいですね。またメンバー食べてくれるかな、なんかさ嬉しいよね、耐えたいって、あと耐えたいって言ってくれるの嬉しい、とってもね。今年はねルカのね手作りチョコも食べたいです。えでももしバレンタイン配信なくても普通にみんなで交換したいし、なんならクリスマスもあのチョコ交換したいと思ってる。本当にマカロンはね結構何回か作ったことあって、まだ上手にできるかな。え本当にパッツンがいい、本当、えじゃあパッツンで生きていきます、パッツンで生きてきます、なんか変化、パッツンにします。そうえ本当にマカロン、いやそうマカロン難しい、なんかね分量とか混ぜ具合を、ま、間違えるとあの生地が膨らまなくなっちゃうのね、だから結構難しいです。オッケーさんチラありがとう、でぜひね食べてほしい、私のも食べたいし食べてほしい。ラグドールさん、初見さんありがとうございます、クロスリン買っています。そうよかったらね X とか TikTok も毎日投稿してるのでフォローしてくれたらとっても嬉しいです。そう TikTok はねコメント返しができるのでぜひねチェックしてください、ありがとうございます、見に来てくれて。女子力高い、本当ですか、嬉しい。あでもあれなのちっちゃい頃からそう女子力か分かんないけど、ハンカチとティッシュとウェットティッシュは毎日持ってます、毎日持ってる。だから結構ねメンバーにもあのウェットティッシュ貸してとかティッシュちょうだいとか結構ね頼られることがあってね嬉しいそう嬉しいんです、そうそこがね私の最近頼られて嬉しいポイント。だからさ小針とありがとう、マカロン時にもそうだけど前髪切るのあるよ、いっぱいある、いっぱいあります、前髪なんてもう失敗の毎日ですありがとう、また言ってくれた。そう甘いのが好きなの、飲み物とか食べ物も甘いのが好き、辛いのも好きなんだけど、でも甘いのと辛いの交互に食べるのが好きリータン、あそうだよリータンママね、めっちゃお菓子作り何でもできる、自分でレシピとか作ってお菓子作ってたりするし、お料理もなんかね鍋とかもさ何でもね一から作ってくれるんだよ、なんとかの素とかを使わないで何でも一から作ってくれるから、そうめっちゃね美味しい、だから美味しいのばっかね食べて生きてきたから、私が美味しいっていうのは本当に美味しいと思うそう自信あります、ありがとう。まーさんこんばんありがとう、つんじさんもこんばんありがとうございます、ゆうちゃんありがとう。リータメンバーに持って行ったお菓子食べきれたの、あのね食べきれでもほぼ食べきれてるけどちょっと食べきれなかった、あっちでも買ったお土産とかもあったからさ、そうそうそう。でも帰りねキャリーと
なんかキャリーに荷物入んなくてめっちゃ焦ったの。なんか自分が持ってきたバッグに荷物が入んなくてすごい焦ってたんだけど、なんかその時たまたま一緒にいたのがみほりんとアンピーとハナで、あのディズニー4人組だったの、たまたまね。そしたらそのね3人めっちゃ優しくてさ、私がねキャリーとかのバッグにね荷物入んないから入れ方とかこうやって入れたら綺麗に入るよとか、これこっちに入れてみたら入るんじゃないとかめっちゃいろいろ教えてくれて、一緒に手伝って一緒にやってくれたの。もうほんとねいいメンバーに恵まれました。ほんとに地下強制労働とか言わないで本当に。えでもねそういうのがあったらいいね、ファンミとかで。今度なんかあん出すとき出してみようかな。食べてほしい、本当に食べてほしいです私も。じゃあもう一曲歌ってもいい？そう私も教えても、あ本当？えでもねそうだよね、私もだから上手になります。レイカーママに、そのママね何でもできんだよね、羨ましい。羨ましいっていうか私もやれって話なんだけど食べきれ、そうなんだよ結構量多かったから。でもねちょこちょこ食べてました、いろんなところでパクパクとね持ってっていっぱい食べてました。あと干し芋も最近ハマってて、今日も干し芋食べた。干し芋もいっぱい持ってったんだけど全部食べちゃったんだよね。おちょこちょいさんコメントありがとう、来てくれて。入れ方に問題が、えそうなのかもしれない。でも私ね結構整理整頓頑張ってる方なんだけど、なんでだろうねなんでだろうね本当にわかんない。そうなんでなんだろう、えわかんないよね、私もわかんないから。私はあのでも入れ方がね悪かったんだよね多分、私の入れ方が悪いから入んないんだと思う。そうだよ、ちょっとね整理整頓のね仕方もう一回考えます。ペアとかはできんだけど、なんか物入れの下手なんだよね。投げて。そう。じゃあ歌います。あら、ちょっと待ってね。ダウンロード中です。もう私スマホが重いから遅くなってごめんなさい。はい。なのかな噂流れる恋人、月の授業理科室へ早め歩き、知らない人知らない君、踊り場でさ見かけたよ、そんな顔で笑ってる君のことは嫌い、雨が降った日の羽根出すストレート、その表情ももう全てが愛おしすぎるけど、君が好きだよなんて思わないようにする、ラストチャンスラストダンスかと思い、言葉の隅っこまで最後まで見逃さないのに、気づかないなんてなぜ、好きなのは僕なのに、大好きなのに、ああ涙なんて流さないよ、塩だけでパクパクって、風の強い帰り道家へ急ぐ、人はいつも選択して、その度また進んでて、僕はどこでそのチョイス間違えたんだろう、失恋ソング僕のこと続く、悲しいメロディー踊れないんでしょこのリズムでは、明日からの僕はどんな顔したらいい、最後の恋最後の人君じゃなきゃ、貸してる本だって
君を思うときに、君は誰といる、どこまで戻れば間に合う、誰の手も取らず一人で最後に踊る、さよなら。好きだよなんて思わないようにする、ラストチャンス、ラストダンスでも好きだ、今日で最後だから、明日の君は好きじゃないよ、バイバイ、淡い期待、君の全部が好きだ、最後くらい言わせて、ラストチャンス、ラストダンス、片思い、笑ったその声も、授業に飽きた表情さえ、きっと忘れないだろう、好きなのは僕だけだ、あとちょっとだけ、ありがとう大好きなのこの曲。もうさ、ライブ映像とか YouTube 上がってんだけどね、ずっとね毎朝見てね、それを見ながらライブしてるんで、あ、ライブじゃない、メイクしてんの、ライブ映像見ながらメイクしてますそう、絶対ね、もうなみさん大好きなの、本当に大好きなの、聞いてくれてありがとう、ありがとう、聞いてくれてね。なんか最近さ、なんだっけ、カラオケ配信してなかったので、そうカラオケ配信ね、あんまり最近してなかったから、これからいっぱいねしたいと思います。ありがとう、聞いてくれて、いっぱいパチパチしてくれて、ありがとう、嬉しい、これ好きなの、パチパチハチハチハチみたいな、好きです。そういいよね、母さん分かってくれるのゆみさんでは、もう私はもうずっと鈴木ひとみさんのことがねずっと大好きなんですよ。アイドルになる前からずっと好きで、LINE のねアイコン、 LINE のアイコンももうずっとなんだけど、結構前からずっとそう鈴木ひとみさんなの、ずっと私のアイコンはそう鈴木ひとみさんのライブ中のね亀子さんが撮ったお写真かな、そうひーちゃんが載っけたやつとか、いろいろひーちゃんがインスタに載っけた写真とか、いろんな写真をね変えてアイコンにしてます。でもさややんのことも好きだし、最近はおぎはなちゃん、おぎはながねめっちゃ顔がねめっちゃ好きで、おぎはなさんがねもう大好きなんだよね。もうみんな、でもなおみさんはもう結構箱推しで、もうねもう推しもね、もうみんなのことが好きです。でももう一番大好きなのは鈴木ひとみさんで、そうティフの時にティフの時にね、ティフの時にすれ違えて、しかもライブもねちゃんとイコノイジョイさんの見に行って、そうもうねすごかった。うん、去年は武道館もイコノイジョイも行って、今年はイコノイジョイちょっと成人式のね予定、成人式のいろいろねあって、今年成人式だから準備とかもあってちょっと全然イコノイジョイ行けなかったんですけど、もう本当に悔しいんですけど、そう大好きなのそうなんです、そうなんです。リンカの歌声眠くなる、本当に。じゃあラブチューネル、もちろんきなこ知ってるよ、かわいいよね。私も、ね、猫派になってしまう、ね、なってしまいそう、ちょっと犬派だったんですけど
猫派になりそうなぐらい。もうね、 YouTube もねなんか新しくねひーちゃんのできて、もう本当に嬉しすぎます。もうメイクとかも参考にして私もっと可愛くなりたい。おでんにしちゃう、かけすぎた。あるよね、かけすぎちゃうとき。リータンずっと応援する、ありがとう。ザカさんありがとう、嬉しい。本当に嬉しい。そう、なんかね、とも全然ねそんなこと絶対ないんだけど、私のね友達がすごいノイミーさんのこと好きでさ、そしたらなんかリンカさんにちょっと似てるよ、似てる子がいるんだみたいな。多分顔とかじゃない、なんか中身なのかな、なんか喋り方って言われたかなんかわかんないけど、ちょっと似てるよみたいな言われてみたら、ノイミーさんめっちゃハマっちゃって、最初は決まんなかったんだけど、本当に可愛くて可愛くて、そう、別にそうなの、そうなんです、そう好きなの。ありがとう、こんばんは、ありがとうございます。そうなの、みほりんもねそう推しがいてね嬉しいんだ。今度ライブ一緒に行きたいです。おしかぶり、おしかぶりですね。あの、おしかぶり。もうね、大好き、大好きです。本当に。私もね、いつか存在をね、私の存在をね、知ってもらえるぐらい、ビッグなアイドルになりたいです。そう。リータン推しです。嬉しい！ありがとう！大好き、ありがとう。私もだよ、本当に。本当に私もねずっとショールームの時はちゃんと見てます。 SNS もねちゃんと追ってます。ちゃんと追ってる。もうノイミーさん、ミクラムさんもね全部好きなんだよ。修学旅行ね、ちょっとね私もねあの急にライブ入ったり、急になんかだからチケットを当選して買えても、その当日私がライブ入っちゃったりとかって結構いけないことが割と多くて、でもチケットは買ってますちゃんと。だからねその時はちょっと、でもみんなと会えるってなったらみんなと会える方を選ぶなって感じ。そう今日はそうだね1時間ぐらいで、ね、配信ができた。え勉強し、ぜひぜひぜひ一緒に押しましょう。そう今日はあれだね、ちょっとコメントをなしで13人名前をね書きたいと思います。いつも一人一人ちょっと長めにコメント取ってるんだけど、今日は一言プラス名前にしたいと思います。で 13人名前書きます。よし、でペン新しいの買ったからもうね私何人でも名前書きます。何人でも書きます。前はねちょっとペンなんか全然出なくて、さあ久しぶりじゃないこんな13に名前書くの。ちょっと待ってね、うん、山さん、山さんありがとう、ありがとう、今日もありがとう、うん、ハート、撮ってくれたかな、ありがとう。ちょっと早いペースでどんどん名前書いてきます。よいしょよいしょ、あ見てくれてた、よかった、ありがとう、こちらこそだよ、スクでした、嬉しい、ありがとう。そうだよね、このエジュさん、そうなの、もう推しが決めらんないよ本当に、困っちゃう、タオルどんどん増えてく。どんどんグッズ増えてく。だからもうさ、誰出ても嬉しいよね、ランダムの時とか。森吉さん、はじめまして。こんにちは。こんばんはだ。黒瀬凛花です。よかった。名前覚えてください。ありがとうございます。恋ダンス？え、恋ダンス。あ、恋ダンスか。え、何歳ぐらいだったかな？何歳ぐらい、今19歳なんですけど、何歳ぐらいかな、何歳ぐらいの時かな。ふっちゃんありがとう、来てくれて、リータン推し嬉しすぎる、ありがとう。絶対ね私のことをしてたら後悔させません。本当にもっと好きな、ありがとう。そうなんだよね、私推しがね決めらんないんです全然。あでも決めらんないけど決めてます、ちゃんとね。
推しはね、おしまいだけど結局全員好きだし、ランダムグッズとか誰出ても嬉しいみたいな感じ。そうだからね、もう誰もう本当にもうグループが好き、グループが、ちょっと待ってね、ほお、お、いいんじゃない？ちょっと待ってね。ちょっと今私完璧なおにぎりの形を描いてる。あ、いいかも。お、来た、来た。来ました。いい感じです。ちょっと待ってね、なんかさ、これさ、ペンがさ、ちょっといつもより細い細い、なんか字が今日綺麗に書けない、あんまり字汚いかもしれない、ごめんね。おにぎりうちゃん、ありがとう、ありがとう、おにぎりありがとう。取れたかな。ありがとう。取れましたか。完璧なおにぎり。ちょっとね、練習したんだよこの間。え、本当に？いいな。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 そうだよ、でもね、リリの心は確かに理解できる、できるけどね、誰かの一番になりたいって気持ちはもちろんあります。でもしてくれて損はしません、損は絶対させないからね。字かわいい、だって前なんか本当に今日はかわいいって言ってくれるんだ、なんかこの間なんか無機質な字だと言われてきた、言われました。本当にありがとう、嬉しい、取れた、嬉しい、ラブ、私もラブ、私の方がラブ、はあ、あ、受けた。ちょっと待ってね、よいしょ、うん、みんなは今日何をしていたんですか。みんな今日は日曜日だけど何してたの？お仕事の人も、お休みの人多いんじゃないかな、今日日曜日だから。そんなことない？リサイズハートさん、ありがとうございます。ありがとう、また見に来たね、ありがとう。取れた？ありがとうございます。体調、そうだよね、なんか体調不良って言ってたよね。大丈夫？食べれてますか、ちゃんと。あ、でもおでん食べてる。おでんいっぱい食べて、いっぱい寝て、ゆっくり休んでね。そうだよ、ゆっくり、家でゴロゴロいいよね、家でゴロゴロ一番いいよね。一円さんこんばんは、ありがとう。お仕事いいね。ね、兄さんぽ見た、ありがとう。いっぱいいろんなとこ連れてってくれて嬉しいな。いた推しのファンが DD になった。そうだね、私のことも好きだけど、私が推しだけど、メンバーみんなのことが好きだよ、嬉しいかな。でも他の子のことばっか見てたらちょっとね、ちょっとたまに、うん、度が過ぎたらおこです。そうだね、ちょっと待って、名前書きます。ちょんちょん、みんなの名前書けるの嬉しいな。
よし、めでたるんさん、ありがとう、ありがとうございます。誰たかな、誰た。ありがとう、これからもよろしくぬ、こちらこそよろしくぬ。こんばんは、ありがとう。今だいぶ本当に良くなった、良かったよ。魔法かけてきました。良くなれ、体調早く良くなれ。なんか今言おうとしたのさ、あれだった、痛いの痛いの飛んできは違かったわ、怪我の時だった。私ね、お仕事中にね転んじゃってさ、足にめっちゃあざできたの。もう本当に信じられないぐらいのあざできてさ、今泣きそう、本当に。もう朝起きて結構ショックだった。服が開いた。なんかさ、服がしてるってさ言われるんだけど、自分であんましてるさつもりない時が多くてさ、服がしてても嫌いになんないでね。よいしょ、ちょっと待ってね。しなさん、ありがとう、ありがとう、手先にしよう、ありがとう、ありがとう、嬉しい、みんなの名前かけんの、ありがとうね。暇だったからポップコーン食べね、外出て帰ってきたんです。え、ポップコーン食べたい、ポップコーン食べたいです。とかなんかさ、この間映画館の話してたじゃん、私映画館めっちゃ行きたいに行きたいんだよね、映画館に。そう、しかもさ、推しの子のさ実写楽しみなんだよね、ドラマと映画じゃん。私アマプラ入ってるから見れる。私の推しのね、斉藤凪沙ちゃんが出てるんですよ。しかも推しの子大好きでさ、私ルビーちゃんが一番好きなの。だからそれをね、推しが、推しを、推し面が推しを、推しを演じるってすごくない？もうなんかね、すごすぎる、本当に楽しみにしてる。たきまぜな、ありがとう、ありがとう、ハート、ありがとう。ありがとう、よいしょ、久々ね、ほんと、ラーメンいいな、ラーメン食べたい、ラーメン食べたいんだよね、なんだか最近餃子も食べたいし、いただきにいたん嬉しい、本当に。なんか私までご飯食べてる気分で見てます、ありがとう。そうだよ、イコラガさんも好きだよ、足、そう、なんか本当にね、あ、飛んでった、痛いの飛んでった、ありがとう。そう、なんかね、なんか今まで自分の足の中のあざの中で割とトップ3に入るぐらい色の濃いあざができた。なんでって感じでしょ。私もね、何かをねしたつもりは一切ないの、何かをしたつもりは本当になくて、何したのかなって、本当なんか転んだからかなって感じ。転んだかキャリーを足にぶつけたからに痛く、そう、キャリーを一回足にめっちゃぶつけて痛かったから、それかもしれない。そう、どっちかな、お仕事でなんか普通になんかドジして転んだ方かどっちなのか未だに分かってません。エイジ 100% さん、ありがとう。100、ありがとう、ありがとう、よいしょ、飛んできました、いたん、ズーミーさん、ありがとう、ありがとう、ペコちゃん大好きささん、こんにちは、こんにちは、はじめまして、クロスリンカです。よかったらね、 SNS も毎日投稿してるのでチェックしてください。見に来てくれてありがとうございます。本当に嬉しい、ありがとう。もちさんいつも褒めてくれてありがとう。推しの子、推しの子ね、
結構漫画もね読んでる、読んでた、結構好きなんだ。いにちゃん、いにちゃんありがとうありがとうありがとうちょっと D さんにさ伝言しといてね、見に来てよって言っといてありがとう。パチ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 パワーパチ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 、あはは帰りの本当にそういう感じ。そう、荷造り痛い痛いとか言ってて、そうなんかさ膝の骨のところわかる、膝膝まひるとさ骨出るじゃん、ここにそこの骨のところにあざができてるの、もう本当に定期までには治したいって思ってる。そう、定期までに治したいです。もちさんありがとう、ありがとう何がかな、お猫の絵文字つついて猫にしようと、ありがとうありがとねありがとう、よいしょ、こんばんは、ありがとうございます。ほんまに何何、そう知らないうちに朝できてるの、本当に腕にこけてたら、ね、待って、なんかさ私いつもさスティーブにとってカエル化するギリギリを生きていないカエル化するギリギリは生きてる気がする。じゃライブ中とかに私がさ肌にさもしさこけて転んじゃったらさカエル化すんだ。ああファーファー、そういうことですか。ちょっと肌に転んでも受け止めてください、ちゃんとでもね結構いつかやりそうだよね、ライブ中にこけるの。でも一回定期公演でやったの、自分でスカート踏んでこけたことある多分みんな気づいてない、まあ、自分のね歌割りのとこじゃなかったから安心しましたまあ安心しちゃいけないんだけどね。そう、自分あの結構スカート長いとなんかしゃがんで立つ時とかにめっちゃこうおーおーみたいな時が多いからちょっと気をつけますちょもしあのステージ方面にあの客席側に焦げちゃったら受け止めてください、よろしくお願いしますうずにうずにありがとう、ありがとうハート、ありがとう散歩もありがとうね、ありがとう、よいしょ、あ本当に受け止めてくれる、優しい、ありがとう、受け止めて、本当にかわい、ありがとう。ステージダイブ本当にえ、なんかステージダイブのすごいよね、私もさ TikTok とかで見たことあるけどすごくないあれ。私もなんかさなんかボールみたいなやつ入ってダイブしてみたいどうしよう、誰も受け止めてくれなかったら、ちゃんと受け止めてください。いいよねあれ、やってみたい、パチパチ、みんな優しいね、パチパチしてて。リタに出会えてよかった、私もさかさんに出会えてよかったです、ありがとうななくさん、ななくさんありがとう、ありがとうななありがとう、プレートかな、ありがとうありがとうございます、よいしょよいしょ、よし、なめ猫ペラルさんありがとう、待って、なんかここに黒いのついちゃったね、ちょっと待ってね、
ありがとう。さやとくんありがとう。ありがとう。シュッと。終わりた、ありがとう。終わりた。来てくれてありがとうございます。あ、本当に私も、なんかコンプレックスよくね、聞くよ。なんかプレイリストほぼね、アイドルさんの曲しか入ってないな、私の。そう。みんなのプレイリストも今度教えてください。いつも何聞いてんの？でもね、この間ね、そのね、アンピーとね、みほりんと花とお風呂行った時に、バンドバックナンバーを聞きながらお風呂入ってた。私バックナンバーも結構好きでさ、よく聞くんだけど、そう、そういうなんかアイドルソングも好きだけどバンドも結構好き。ちょっと待って、何これ気になる。ちょっと待って、キングマラさん、次回はどら焼きかっこクリームサンド持ってこうかな。これはね、嬉しい気持ちとちょっと悲しみの気持ちが今ぶつかり合って難しい感情になってるんだけど、私もさ、どら焼き食べたいに決まってるじゃん。私も食べたいです。私も食べたい、食べたい。ちょっと本当にもうファンミとかでやってくださいって言います。いやー、ちょ、食べてるのにする。もうどら焼き食べてるやつ。これはどら焼き食べてるポーズです。ありがとう、みんなありがとうございます。嬉しい、ありがとう。いや、アニソンも聞くよ、よく。こんばんは、ありがとうございます。花束、え、私もね、バックナンバー一番花束好きなの。え、同じ。私もね、花束が一番好き。いつかね、え、ライブ行きたいねってそう言ってたの、みほりんと。絶対行きたい。じゃあみんな、アンピと花も来てくれそうだけどね。なんですぐメンヘラって言うの。メンヘラじゃないよ別に。もうおはりとブルーさん、ありがとうございます。まあ、キムチ好きだけど、気持ちでしたね、さっきのは。いやー、どら焼き、あ、本当に今食べる気満々です。で、今日はね、そう、見に来てくれて本当にありがとう。あ、え、待って、あれか、コンビニのやつ、いいな、最高じゃん。ちょっと写真待ってます。あ、ともさん、こんばんは。うん、受験さん、ありがとう。今日は終わりになっちゃうんだけど、またね、配信見に来てくれたら嬉しい。トモさん、ありがとうございますね。そう、歌詞重いの好き、やっぱ愛重いから。そう、いいなあ。あ、本当に、ちょっとまたお話聞かせてね。今日配信終わっちゃうのちょっと寂しい。次は花かな、花が配信してると思うので、ぜひ見に行ってください。今日はね、1時間もね、配信見に来てくれて本当にありがとうございました。またゆっくり配信ね、した時はカラオケとかもいっぱい歌います。今日はね、見に来てくれて本当にありがとうございました。ありがとう、ありがとう。今日もね、ツイッターと TikTok の休暇見てください。ありがとうございました。また明日会いましょう。バイバイ、また明日ね、バイバイ。